みなさんこんにちは、改めましてコーディです。ごめん、今暗かったかも。今なんとね、夜のもう11時で明日の準備を何もしてないので、今からね、パッキングをしていきたいと思います。ちょっと何持ってこうかな。そう、今調べたらね、テキサスが俺が思ってた以上に多分寒くて、で、明日からの最高気温が多分10度ぐらいなんだよね。14度だ、最高気温14度の最低気温2度だから、ちょっとどうしようかなと思って、まあ今からちょっと適当にピックアップしていきたいと思います。言って2泊3日だからね、2日分の服と、気に入り最近発売しましたシスセンスっていうブランドで、このニットめっちゃいいよね。これ着てこうかな。いや、これを持ってって、で、パン確かに、いやこれさ結構むずくない？2泊3日のパッキングって。しかもさ、俺一つ不安なのがさ、このちっちゃいので行くじゃん、手荷物ってさ1個だっけ、2個持ってけんのかな。けどさすがに2個持ってけるよね。パソコンとか別で持っていきたいんだけど、さすがに。ちょっと今さ30分ぐらいやってるけど、マジで何も進まないわ。よし、完成。というわけで、ちょっと明日もね早いので、今日は寝てまた明日に備えたいと思います。そうだね、明日からの3日間は正直結構みんなで行動するからどんぐらい撮れるか分かんないんだけど、そう、撮れるところで撮って、ちょっとめちゃくちゃ楽しみにしてるので、皆さんもちょっとお楽しみに。というわけで、また明日、おやすみなさーい。というわけで、皆さんおはようございます。今から LX 空港に行ってダラスに向かいたいと思います。多分到着がね10時過ぎで11時半の飛行機だから、それに合わせて向かいます。レッツゴー。はい、というわけで今 LX 空港着きました。うわー、なんか久しぶりだな空港。まあ、半年ぶりぐらい飛行機乗るの。最後行ったのがね、ハワイに行った時なんだよね。その時も夏の前だったから、チェックインしてちょっと今みんなと、ね、合流していきたいと思います。なんか前回1年前にもテキサス行ったんだけどさ、ね、その時ねフライトが結構大変で、そう、行きも帰りもね結構大変だったんだよね。今回もちょっと心配してるけど、無事にチェックインできますように。I'll be right with you. Grilled cheese. How many? Just one? Just one. Anything else? And the iced Americano. Iced Americano. Is it, did you want like a small, medium or large? Medium, please. Perfect. Thank you. Here you go. Sir? Good morning. エータと合流しました。てか、たいしくん今日多分別なのかな、飛行機。たいしくん来ないの。いただきます。エータ初ダラス。初。うん、結構楽しそうだよ、調べたら。マジで。なんか前回そんな感じでも全然遊んでないしさ、ジヒロさん家行ってなんかバーベキュー食べて、昼有原さんとキャッチボールしてみたいな感じだった。すごくね。うわ、寒いんじゃないのこれ、もしかして。うわ、久しぶりだなこういう感じ。あれ、俺のだ。うわ、もうさ、もう冬やん。寒っ。30何？35。すぐそこじゃん。すぐそこじゃん、もうそこ33とか。というわけで、ただいまダラスに着きました。びっくりした、急に。で、今からみんなが集まるところに向かって、今日はみんなで夜ご飯を食べたいと思います。レッツゴー。というわけで今、ダラスのホテルに着きました。ホテルめっちゃいいな。なんかホテル泊まんのも久しぶりだな、ニューヨーク以来かな。
わーおーめっちゃいいね。わすごっ。ダラスのミニルームツアーをしていきたいと思います。ここには大きい鏡があり、ここ右を行くと、わートイレとあとシャワーで、こういうシャワーってなんか狭くてさ、このねシートがね体につくかつかないかぐらいのね狭いとこが多いんだけど、ここめっちゃ広いから嬉しい。っていうのも歯磨き粉とか歯ブラシとかがないから、そういうのは基本的に自分で持ってこないと基本的にないです。これはお花のデザインのティッシュっていうこと。こっちにはコーヒーマシンがあって、こっちにはベッドルーム、テレビと、すごい打ちっぱなしの壁、いいね。あ、え？おお。思った以上にね、ダラスが寒すぎてびっくりしてる。そう、もう時間ももうすぐ6時になるから、今日はみんなでディナー食べに行きます。こっち見て笑うのやめてもらってよ。オープンキャンパスの写真やめてもらってよ。笑いだろ。これインスタだから。これ動画ですか。動画ですね。だから普通にしてていい。Good morning。 こっちダラス2日目です。だけど今日は昨日のメンバープラス今日は大志くんが来て、で今からちょっとみんなでね合流するまで時間があるから、ダラスでちょっとエータとコーヒーを飲みに行きたいと思います。というわけでレッツゴー。うわすげえ並んでんな。わーおー、うわ1年ぶりだ。めっちゃテキサスじゃない。大志くん、ありがとうさん、キサスバーベキューや、これが。本当だ。これさ、全然違う。これスペアリブ。大志くん、大丈夫だ。うまそう。おいしそう。うん。うまっ。スポンサーが。なんか全然違うな、やっぱ。テキサスの街並みこんな感じか。そんなにわからないけど。テキサスが。テキサスの場所を。あ、それかさ、このダブルホテルの中とか入ってる。あ、確かに。お、今日はここでバスケの試合を見ます。すっごいいい笑顔ですよね、大志くん。目のここの笑った時のシワめっちゃいいっすね。あ、そうね。確かに。例で、日本人の俳優仲間ってどのぐらいいるんですかね。いっぱいいるよ、めちゃくちゃいるよ。あ、いるんすね。なんか、Facebook のグループに LA で活躍する日本人俳優のグループがあるんだけど、まあでも LA にもういない人も多いけど、それだけで600人ぐらいいるから。そんないるんだ。まあ、こう来て帰ったりしてる人もいっぱいいると思うんだけど。パン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 。テキサスっていろんな国の人いると思うけどさ、テキサスの方がアメリカはなんか見れますよね。ああ、そうだね。メキシカン多いからね。わあ、なんか可愛いわ。すごいな、ここ日本食も結構あるんですよね。知らなかった。レッツゴー。ラーメン、ラーメン食べます。チゴー。いただきます。中国人ってない。あの、ちょっと待ってるわけで、冷気化だけど、ちょっと当てるかけど。うまそう。わ、俺も写真撮ればよかった。今こうで。何だぜこれ。めっちゃいい匂いするじゃん。残念だったな。いい感じです。オーディー YouTube。 やばい、盛り上がってる。
At center in his fifth season for Oregon State, number 24, Drew Eubanks. というわけでテキサスから LA に帰ってきました。もうめちゃくちゃ楽しい3日間でした。なんか今回はちょっと冒頭で説明したか忘れちゃったんだけど、今回はねアメスマアンバサダーの会がテキサスで行われて、ロサンゼルスからね4人、僕とあとエータとユナと大志くん、あとねテキサスの方からメジャーリーガーの有原さんと、あとはニューヨークから今回ね小林さやかさん、ビリギャルの題材になった東本人の方で、僕も、ビリギャルもね僕中学校高校の時マジで超見てたから、しかも今ねニューヨークの大学院の方に留学されてるみたいで、本当になんか州も違うし、みんなねいろいろやってることも違うけど、本当にこうやって海外とかアメリカでいろんな頑張ってる日本人の方々とキャッチアップできて、マジ本当超今回の旅は刺激になりました。皆さん本当にありがとうございました。そう、一つねアメスマのね新崎さんがね来れなかったのがちょっと残念だったんだけど、あと春樹も来れなかったんだけどニューヨークの方で仕事があったみたいで、そしてね動画ではあんまり映ってはなかったんですけど、3日間本当にアテンドしていただいたデフサポチャンネルのご夫婦本当にありがとうございました。本当に助かりました。今回ねこうやってこういう機会をね与えてくれたアメスマさん本当にありがとうございます。そして滞在した皆さんのチャンネルとか SNS の方も下の概要欄に載せてあるので、そちらからチェックしてみてください。他のチャンネルの方でも動画上がると思うのでお楽しみに待っててください。というわけで本日も見ていただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイ。